はい、こんにちは、今です。今回ですけども、リクエストをいただいてた芯突きの練習をちょっと見たいということで、早速僕がいつもやる中心突きの練習をやっていこうと思います。配置はこんな感じなんです。で、キュウリをやってみる。をできる限り真ん中に近いので、早くついて、ストップショットをつける。っていう感じ。やっぱりスピードを上げることによって、正確に的球に届けるのが難しくなるので、それをあえてやる。よくある、みんなセンターショットとかやるじゃないですか、日本は。でもセンターショットって、ここから、手玉から的球までの距離が短いので、そんなに難易度高くないんです。なので、僕がいつもよくやる練習は、キュウリ1本分のまっすぐの球をできるとき、真ん中に近い交点で、ショットする。なんで真ん中に近い交点かって言ったら、ここまで無回転に戻った手に行くって、結構速いショットじゃないですか。これを下ついてストップショットやったら、こんなにスピードいらないんですよ。だからまあ、一回、下ついてストップショットさせるって感じでいきたいと思います。結構下つくんですね。これは正直あんまり練習ならない。真ん中に行きたいので、急スピード危ないので、まっすぐ的球に飛ばすのが難しい。はい、そんな難しくないんですよね、難しい、うん、人には難しいですけど、うん、はいはい、僕のレベルからするとそんな難しくないので、これぐらいの距離でその練習をするのに、はい、今プロが意識してるのはやっぱできるだけ中心つきながら急スピードを上げていくっていう形なんですか。これが一番大事です。急スピードを上げることが何につながるんですか。まあもちろんテーブル、まあ、急1本分って言ってますけど、はい、だいたいこれぐらいのやつを引けたり押せたりするようになるにはやっぱこれぐらいの急スピードで、ね、最低限、最大値、だからそのトレーニングで急スピードを速くすると、ここからじゃあ引くときに、はい、急スピードになると引けないんですよ、はい、ああ、なるほど。で、まあ、後々、まあ、この後のところで引き球も解説しますし、押し球も解説するんですけど、まず一番必要な急スピードはこれぐらい。だから、急スピードを上げるトレーニングってのはすごい必要なんですよ。はい、こっちの角度、それはやっぱり左右やった方がいいですか。やった方がいいです。やっぱ景色が違うんで、この景色って解説の動画でもうるさいことを言ってるんですけど、はい、まあ、すごい景色大事で、はい、しかもこれねポイント決めてないんですよ、はい、だから毎回ちょっとずつ違うんですよ、うんうん、でも僕がこうやってやってますけど球1本でやってますけど、大体もう球1本のところで置けるんですよ。大丈夫です。これ大体これっていう方向でしょ、はい、はい、この距離に自然に置けるようになってくるので、うん、だからこれをまあ練習で、僕がいつもテーマでやってるのはこの10球入るまでを1セット、はい、左右ですね、こっち側の角とこっち側の角です、はい、
で、あともう一個あるんですけど、それはちょっと言わないんですけど、その 4種類あるんですね。それを10分で、トライする。それが僕の中心というか、まあ、芯付きの練習。はい。あったまってきたんですね。でもやっぱりそのちょっと遠くから見てても思うんですけど、ど真ん中ではないんですよね。ど真ん中、ど真ん中やったら前に出てくるんですけど、真ん中に近い、より真ん中に近い下、ど真ん中もここなんですか。はい、はい、って感じですね。はい、あれぐらいだから、まあ、スピードが絶対に緩くて、まあ、よかったらトレーニングしてみましょうかなと。はい、はい、よければ、チャンネル登録と高評価ボタン、そしてコメントまたよろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様です。